渡辺和美、渡辺和美、渡辺和美、1953年10月14日帯は、東京都渋谷区出身のギタリスト。ギタリストの中村貞則は師匠にあたる。また、高校の同級生に、山本達彦、先輩に、元当時やぐっち雄三がいる。妻は、ピアニストの谷川き子。東京都渋谷区のタバコ屋に生まれる。中学2年で、 ベンチャーズに興味を持ち、初めてギターを手にする。入学した行政高等学校の先輩に元当時がおり、彼のギターの影響も受ける。その後ジャズに興味を持ち、ヤマハ音楽教室でチュームレ・サダノリに学び始める。1971年にインフィニットでデビュー、その卓越したギターテクニックで17歳の天才ギタリストの出現と騒がれた。 また、渡辺貞らトップミュージシャンのグループに在籍した。1979年には、坂本隆一、矢野明子、村上周一らと、海林ンバンド、キリンバンドを結成。また同年には、イエローマジックオーケストラ、YMO のワールドツアーにサポートギタリストして参加した。この模様は、YMO の3枚目のアルバム、パブリックプレッシャー、公的欲圧で発表されるが、 渡辺のギターチャンネルは当時彼が所属していた日本コロンビアの意向で活されることとなり代わりに坂本隆一のシンセサイザーが追加録音された渡辺のギターは後年リリースのフェイカーホリックなどに収録されたコロンビア時代の代表作の一つ 2CHI 化ではビブラン奏者のマイクマイニエリがプロデューサーとして迎えられているこのアルバムの収録曲ユニコーンが 日立のオーディオブランド、ロディの CM 曲に使われ、人気を不動のものとする。1981年からは、FM 東京、当時系列で、自身の番組、グッドバイブレーション、渡辺和美、土型ナワールドのパーソナリティを務める。1982年に、日本コロンビアからポリドール、現、ユニバーサルミュージックに移籍、合わせて、自らのレーベル、 ドモを立ち上げる。1983年には来日したジャコパストリアスとマイクスターンの代役として共演している。この時の音源はアルバムワード・オブ・マウス・バンド1983ジャパンツアーに収録されている。1987年、ビル・ブルー・フォード、ジェフ・バーリンとのトリオでスパイス・オブ・ライフを発表。同編成で日本公演を行い。 この映像は当時にテレビ放送されたほか、レーザーディスクで市販された。後に DVD としても発売されている。同編成にキーボード奏者を加えた編成にて続編のスパイス・オブ・ライフ2を発表。ライブではジェフ・バーリンは参加しなかったが代打としてバニー・ブルネルが参加した。1990年から1996年に かけて、関西テレビの深夜ローカル番組、夢の乱入者に出演。ポップス系を中心に異分野のミュージシャンをゲストに招き、トークとスタジオライブ、東原力かな、清水京らとのバンドにて、公開収録もありで、多数と共演した。1999年ボトムライン NY にてマイク、マイニエリ、ラリー・コリエル、ジョン・パティクッチ、ミノ、 シネル、矢野キ子らとライブ収録。ポリドールからアルバム、ワンフォーオールをリリース。2005年より一時期、NHK、FM、ジャズトゥナイトのパーソナリティを務めた。現在、専属学園音楽大学の特別講師も務めている。2013年、ジェフ・バーリンとスパイス・オブ・ライフ以来となる共演ライブを行う。ドラムは引退した、ビル・ブルー・フォードに代わり、 バージル・ドナティ、元プラナテックス、スティーブ・バイ、アラン・ホルズワース、CAB 等が参加。ジェフの発案でレコーディングを行い5月に続いて11月にも、再び公演を行い、新作、スピニング・グローブからの新曲を演奏した。10月には、ブルーノート東京で、リー・リトナーと、マーメイド・ブルバード、アランフェス競争曲以来35年ぶりの共演を果たした。 近年では、講師ともに、パートナーでもある、谷川き美子とのユニットキャッスル・イン・ザ・エア、ー、同盟でのタイトルアルバムも発表での活動も、行っている。なおリーダーは、谷川き美子である。ギターは、デビュー以来現在まで様々な形状、スタイルのものを使用している。初期は、ギブソン・レス・ポール・スペシャルやアレンビック・ SSG、アリアプロ 2RS-850、ペ、オベーション。 スタインバーガーなどを使用。その後バレエアーツ、ポールリードスミスなどを経て、現在はコリングス、コリングスなどプロジェクトによって多種のギターを使い分けいるため、使用ギターは頻繁に変わる。あまり、ヴィンテージギターは使用しないが、2CHI 化の裏ジャケに映っている、1950年代後半のギブソンレスポールスペシャル。 オベーションアダマス1687から2などはたまにライブやコーディングに使用する。また近年はマーティンのヴィンテージの D-45 を手に入れ使用している。特に現在渡辺氏が多数のライブで使用しているフルアコースティックタイプのエイブリベラは彼がエイブリベラ氏にソリッドギターをオーダーした際にエイブリベラ氏本人から君をイメージして作ったんだという言葉と共に でで渡されたものである。クラシックギターは、ポール・ジェイ・コブソン、今井祐一などを経て、現在は主にローデン、ローダンや、ウォーターロード、ウォーターロード、アントニオ・マリン・モンテロ、ヘルマンハウザー3世、マートン D-45、12弦では、マートン、クラプトンモデルなども使う。アンプは現在は、レコーディングなどに、ケンパーを多用したりライブの現場には、フックス、カー。 ウルブリック、カズミオリジナルモデルなど、これもステージングにより使い分けている。アコースティックプロジェクトでは、現在、会場によって、PA などがいない状況の場合、持ち込み PA システム、メイヤーアップム -1P を持ち込み、自身でそばに宅を置いてオペレートしながら、公演を行うもあり、自分用モニターとして、エアコンパクトを配置して、どんな状況下においても対応している。 様々なメーカーで自身のシグネーチャーモデルを作っている。2014年には島村楽器のヒストリーブランドより50本限定でシグネーチャーモデルタイドウォーターも発売された。以前ギフィン、ギフィンからも島村のようにインデーなども全く同じではなかったが仕様は全く同じカズミモデルが発売されている取扱いスクラッチギター。 かなりの機材マニアで、エフェクターはその時代の新製品を使用することが多く、頻繁に変わる。ギターシンセサイザーはプロジェクトに応じて、使用する。世界的なミュージシャンとの共演経験があり、マーカス・ミラー、スティーブ・ジョーダン、トニー・レヴィン、オマー・ハキム、マイケル・ブレッカー、ピーター・アースキン、マイク・マイニエリ、デビット・サンボーン、ビル・ブラッフォード、ジェフ・バーリン、リチャード・ボナ、スティーブ・ガット、 ジャコパストリアス、エディゴメス、ジョン・パティトッチ、マイク・スターン、リー・リトナーなどとはアルバム制作を行っている。ジャコ・パストリアス、エディゴメス、スティーブ・ガッド、ジョン・パティトッチはライブ版。友人であるパッド・メセニーはカズミについて、彼がニューヨークに来たら、ニューヨーク中のギタリストの仕事がなくなってしまうと語った。マイルス・デイビスは、ある日、カズミのライブを見に来ていて、 ライブ後に、自身の新しいバンドに、カズミを誘ったが、マイルスのしゃがれ声を聞き取ることができず、次の日のスタジオセッションに誘われたことがわからず、実現しなかった。後に、そのセッションに参加しバンドのレギュラーメンバーとなった、マイクスターンは、カズミに、カズミがもしあの日のセッションに来ていたら、自分ではなく、カズミが、バンドに入っていたかもしれない。と語っている。タケカの、 アルバムジャケットでおなじみの1956年生、ギブソン・レス・ポール・スペシャルは、本人が1980年に、マンハッタンの楽器店に立ち寄った際に、デビッド・スピノザが、思想していたもので、スピノザが一旦帰った後あげて、頭金を払いその後即購入したものである。ルナシー、X ジャパンのギタリストであるスギゾは、間違いなく、 日本で一番のギタリストとカズミを表している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。